い、皆さんこんにちは、カタリウムのカタリです。 AI ソムニウムファイル続きやっていきたいと思います。制裁の途中からですよね。大田のソムニウムが終わって、いろいろ行けるところ、いろいろ行けるようになったところからですよね。いきなり噛んじゃったな。今日はどこから行こうかな。しかし水木ちゃん強いっすよね。 1,2,3 あと6箇所行けるみたいなんですけど、なるべくあんま関係のなさそうなところから行ってみたいけどな。散歩系、まあ、と言っても何が関係ないのかよくわかんないよね。まあ、ブルーンパーク、最初の出発点、行ってみますか。ブルーンパーク火曜日。前にも話したと思うけど、ブルーンパークはね、私の思い出の場所なんだ。ここが閉鎖される前、パパとママと一緒に来たことがあって。二人はいつも喧嘩ばかりしてたけど、たまには仲のいい時もあってさ。最初のソムニウムがそういえば水木でしたね。ここに来たのは、そのたまにはの時だったんだ。私ものすごくちっちゃかったけど、二人が揃って笑ってることなんて本当に珍しくて、だからその時のこと鮮明に覚えてるんだよね。その時もこうやってメリーゴーランドに乗ったの。ママは馬には乗らず私の隣に立って、私が落ちないように手で支えてくれてた。なるほど、まあ、馬の中にスマホが入ってたりとかしてましたけどね。友達とここに来たことは、馬に乗ってる時沖浦は他にどんなもので遊んだ。じゃあ友達、それって先週の金曜以外でってことだよね。だとしたらないよ。ないんだ。だってここ立ち入り禁止じゃん。あ、そっか、友達と来れるくらいの年齢の頃にはもうなかったってことか。まあそうじゃなくても来なかったかもしれないけど。どうした？なんて言えばいいんだろう。綺麗な思い出のまま残しておきたかったっていうか、別の記憶で上書きしたくなかったっていうか、でも結局は最悪な記憶で上書きされちゃったんだけどね。ね。他にはどんなもので？私ちっちゃかったから、絶叫系のやつとか身長制限で乗れなかったんだ。だから観覧車とかコインで動くパンダとか、そんな退屈な乗り物でもあの時はとても楽しくて、楽しすぎて罰が当たるんじゃないかって不安に思ったくらい。こういうパンダね、確か乗ったことあるような気がするんですよね、子供の頃にね。ちょっと記憶が定かじゃないんだけど、なんか乗ったような気がします。その時おきゅうらは、パパは回転台の外側で私とママの写真を撮ってた。柵の向こうで古いフィルム式のカメラを構えて、パパの前を通り過ぎるたびに私とママは一生懸命手を振ってなんかまともな家族みたいだね。水木いい顔してますね。さぞかしいい写真だったんだろうな
それが全然。園内のサービスステーションで現像してみたら、全部ボケボケで、ほとんどまともに撮れてなかったの。でも、あまりにボケボケだったから、私もママも怒るどころか笑っちゃって。結構フィルムのカメラって難しいですよね。ボケてても現像するまでわかんないですもんね。もしかしたら、3人であんなにゲラゲラ笑ったの、あれが最初で最後だったかも。何も言わない。何言って。俺が黙っていると、水木は静かに馬を降り、そして不意にこんなことを尋ねてきた。ねえ、伊達。伊達は家族の定義って何だと思う？すげえ難しい質問だな。定義？血がつながってるとか、そういうことか？血はあまり関係ないんじゃないかなって気もするけどな。それだと私と伊達は一生家族にはなれないね。いや、まあそれはそれで全然いいんだけど。いいのかよ。私はこう思うんだ。家族っていうのは、当たり前のことが当たり前にできる関係性のことなんじゃないかって。ん？例えばただいまって言ったらお帰りって帰ってくるみたいな、そういう当たり前のことを当たり前にできるのがきっと家族ってやつで、その意味じゃ私とママとパパは最後まで家族になれなかったのかも。いつまで経っても当たり前のことを当たり前にできなくて、精一杯頑張ってみてもギクシャクした感じは抜けなくて、最後には頑張ることに疲れちゃって、私が殺したんだよ。え？パパとママは私が殺したんだ。どういう意味、水木？お前突然何を。私はずっといい子じゃなかった。ママの言うこと全然聞かないで、当たり前のこと当たり前にできなくて、だからママは私のことぶって、パパとママはそのせいで仲が悪くなって二人が離婚したのはだからなんだ。それでママは働かなきゃいけなくなって、危ない人たちとも付き合うようになって、もしも私がいい子だったらきっとママは殺されずに済んだはずなんだ。だからみんな私のせいなんだよ。なんで私なのよ。おい、飲みすぎじゃないか。なんで私ばっかり。未婚の俺が言うのもなんだが、お前ばっかりってことはないだろう。翔子の声って今まで出てきましたっけ？ちょっとあんま覚えてないんだけど、初めて聞いた。どこの家庭も子育てには手を焼いてるんじゃないのか？親は親で悩むんだよね、やっぱりね。うちの子は異常なのよ。どこが異常なんだ。異常って
赤ん坊の頃からそうだった。よその子はあんなに夜泣きなんてしなかったはず。バギーに乗るのもあんなに嫌がらなかっただろうし、四六時中抱っこなんてせがまなかったはずなのよ。もちろん今もそう。他のうちの子はもっと片付けもちゃんとするわ。勉強だって自主的にするし、夜更かしも寝坊もあんなにひどくない。なのになんで、なんでうちの子はあんなに。話を聞いてると普通の子供としか思えないが、もしも問題があるとするなら、ショコ、それはお前自身の方にあるんじゃ。私は誰よりもちゃんとやってるわよ。うちの子がバカなの、異常なの。ちょっと伊達ちゃん、あんまり興奮させないでよ。ママさんね、最近なんかママさんが綺麗に見えるようになってきたんだけど、そんなことないですか？ちょっと飲みすぎじゃない？伊達ちゃんまで潰れちゃったら本当に収拾がつかなくなるわよ。どうも。きっと翔子ちゃんも溜まってるのよ。ガス抜きさせてあげなさい。いいママだよね。こら、翔子ちゃん、目。はい、叱ったわよ。あ、かつお節磨いてるんだ。今日はもう帰るか。話の続きを。子供はどうしてる？家で寝てるわよ。母親が自分のせいで泣いてるとも知らずに。俺は自分が殺したって言うわな。話の続きを聞く。私、あの子のために仕事を辞めたのよ。今まで築いてきたキャリアを全部捨てて。やっぱり自分のことで悩んでるって感じかな。自分の人生を犠牲にしてあの子を育ててきたの。それなのにあいつはちょっと叩いたくらいで。手を挙げてるのか。しょうがないじゃない。そうするしかないの。世間的には手を挙げるのは良くないことよね。ええ、分かってる。そんなの分かってるわ。でも私には正当な理由があるの。あいつが私の言うことを聞かないから、しょうがなく手を挙げてるのよ。しょうがなくってなんだよ。そんなもん、正当な理由でも何でも。そうするとね、あの子は泣くの。泣くよね、普通は。それがたまらないほど腹立たしくて、私はもう一度手を挙げる。そしたら瑞希はさらに火がついたようにワン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 と泣きじゃくって。なんで泣くのよ。泣くぐらいなら最初から私の言うこと聞けばいいじゃない。そうすれば殴られなくて済むのに。バカな瑞希、バカな娘。だから私が悪いんじゃない。悪いのは全部瑞希なの。お清らとはちゃんと話し合ってるのか。私は頑張ってるわよ。あれかな、ご主人は奥さんに任せっきりって感じなのかな。なんで、ま
まずみんな私を褒めないの。なんで誰も分かってくれないのよ。伊達ちゃん、ああ今度沖浦からも話を聞いてみるよ。僕は勘違いしてたんだ。勘違い？母親っていうのは無条件に子供を愛するものだと思ってた。なんか母親っていうか奥さんと違ってすごい冷静ですね。でも世の中にはそれができない母親もいる。いや、正確に言うと愛してはいるんだ。ただ上手に愛せないだけだ。翔子は母親に抱きしめられたことがないらしい。なるほどね。その辺に原因があるんですかね。ただ沖浦にも原因があるような気がするな。母親がいなかったわけじゃない。ただ抱き癖がつくとかいうわけのわからない理由で抱っこも温度もほとんどされずに育てられたそうだ。あいつが瑞希の愛し方を知らないのは多分そのせいだと思う。人間に育てられた動物が親になった時、子供の育て方が分からずに育児放棄をしてしまう。それと同じさ。少し痩せたか。こんな時に冗談はいいかな。レンちゃんの話を聞いてあげて。今日の閉店時間は二人の話が終わった時。ママさん、いいママさんだな。それが今日の閉店時間や。悪いな。どうも。私に子育てのこと聞いてどうすんのよ。それもそうか。納得されるとそれはそれで腹が立つわね。また鰹節を磨いてる。翔子のことかわいそうだとは思うが。だが、だからしょうがないってことにはならない。負の連鎖はどこかで断ち切らないと。やれるもんならとっくにしてるさ。カウンセリングは？もちろん進めてる。でも、私は病気じゃないの一点張りだ。それどころか、悪いのは瑞希だ。自分は悪くない。むしろ瑞希の方が病気なんだって。なるほどね。結構難しいね。子供を翔子の元から離した方が。いや、瑞希は翔子の元を離れようとはしないだろう。それは瑞希の望みではないんだよ。瑞希はずっと翔子のそばにいたいと思ってる。殴られても蹴られてもか。ああ、日常的に罵詈雑言を浴びせられても、ゴミクズのように扱われてもだ。いや、だからこそなのかもしれない。瑞希は愛に飢えている。もっと翔子に褒められたい。優しく抱きしめてもらいたい。そう思ってるからこそ翔子のそばに。お前が子育て変わってやったら。僕には会社がある。まあこの辺もちょっと問題ありそうな気がするけどね。レムニスケイとか。会社は今重要な局面を迎えてる。子育てなんかにかまけてる余裕はないんだよ。はあ、
いおい、お前もお前だな。子育てなんてって言っちゃったね。もしかしてお前が子育てに協力的じゃないから翔子は暴走を。こういうこともあるだろうね。まあ両方かな。確かにその可能性は否定できない。僕にも一因はあるのかも。悪いが正直に言わせてもらおう。お前ら二人とも最低の親だ。俺はそのことを知っていた。なるほど、そういうことか。だから4年前水木を引き取ることに。水木は水木でやっぱり悩んでたんだね。だから伊達と一緒に捜査したいって言ってたのかな。水木、お前は何も悪くない。だから自分を責めるな。お前のせいなんかじゃないさ。何一つお前のせいなんかじゃ。終わりか。どこ行きますかね。上から行きますか。まあ、どこ行っても同じかもしんないし、ちょっと全部行けなくなるんじゃないかなっていう不安があって気にしてるんですけどね。選ぶ順番で沖浦水産冷凍倉庫。ここでイリスとオータンは殺されそうになったんだよね。そう思うとなんかゾッとする。お前にしては珍しいな。ひよってんのか。この人また話しかけられるかな。ひよ天下だけに。なるほど。寒ぶ寒ぶ。余計寒くなるよね。あ、なるほど。今かよ相棒。今のはひよってんのかとひよ天下をかけたダジャレというわけか。切り取っちゃうと恥ずかしいよね。解説しないでくれ、恥ずかしいから。さて、何か手がかりは。いえ、今のところ特に。なんかこいつ全然手がかりなんか探さないよね。それにしてもよく合うな。ですね。もしかしたら僕たちは前世でなんて。これいつか顔見せてくれるかな。太郎。太郎なのか。もしかしてお前太郎なんじゃないか。いや全然太郎じゃないっすね。太郎ではない。じゃあ名前は。あ、ちょっと待ってくれ。確か鏡だったか。え、ああすまん、間違いだったみたいだな。いや、つまり当たっています。なんか今日泣くシーンが多いんだけど。どうした。いや、ちょっと感極まるものがありまして。伊達、この人ちょっとおかしいよ。だな、水木は離れてろ。え、ちょ、世の中にはおかしな大人がたくさんいる。少しでもそういう兆しを感じたら近づかない方が身のためだ。うん、気をつける。そんな、
仕事は好きか。そうですね、嫌いではないですよ。もちろん事件によっては気がめいることもありますけど、結果的には世間のためになる仕事ですし。立派だな。伊達も見習った方がいいんじゃない？俺がこの仕事を続けてる理由知ってんのかよ。越冬品の下着を体育館に並べたいから警官になったって聞いたけど。本当か。行ったやつを連れてこい。八つ咲きにして体育館に並べてやる。疲れてるんだな。俺も人のことは言えないが、あまり無理はするなよ。お気遣い感謝します。ところで名前はしつこいね。悪い、ど忘れしてしまってな。伊達さん！なんだよ。あなたはそれでいい！僕みたいな人間の名前なんて覚えなくていいです！同じ警視庁に勤める仲間じゃないか。名前を覚えてないのは失礼だろ？いいえ！あなたはそれでいい！いや、そうじゃなくちゃいけないんだ。まあ、本人が言うならそれでいいけど。聞けなくなった。水木が寒そう。寒いか、ここに来たことは何か気になることは。寒いか、そりゃそうだよ。もしかしてジャケット貸してくれたりとか？あ、やっぱそれはいいかな。なんだよ。そのジャケット全然クリーニング出してないし。え、いっぱい並んでたじゃん、家に。誰が貸すって言ったよ。先回りして人の善意を踏みにじるな。いや、水木は頭の回転が早いな。保護者ならこういうところは褒めて伸ばしてやるべきだ。伸びたら困るんだよ。ここに来たことは。え、なんで。ここは沖浦水産冷凍倉庫。今は沖浦家とは何の関係もないってお前は言ってたが、もしかしたら来たことがあるんじゃないかと思ってな。ワイよ、あるわけないじゃん。本当か。しつこい。本当はあるってこと。そんなことで嘘なんてつかないってば。何か気になることは。例の白クマ、どの辺で左足を怪我したの。怪我したんだよね。あのボスって人がそう言ってたし。白クマの左足には確かにクレーンのフックが突き刺さった。それでフックが抜けた時に血がビシャーって飛び散って。そうだ、あの白クマはこの冷凍倉庫で出血を。ってことは、モータが倒れてたのはあの辺りだったよな。そうだ。ってことは、あそこにある血痕は太田のものってことか。うむ。いや、だが待てよ。白熊の足にフックが刺さったのも確かあの辺だったような。まあ白熊が倒れてるところに太田が行って頭を取ろうとしたんですもんね。だからこの辺であることは違いないよね。ことは血が混じっちゃってんのかな。
は寒そう。伊達、早速だが解析してみた。できんのか、相棒。あそこにある血痕は一人の人物のものではない。やっぱ混ざってんだ。二人の血液が混ざったものだ。一つはおそらく太田のもの、そしてもう一つは。おい、あの血痕の DNA 鑑定は？もちろん血液の採取はすでに行いました。今は科捜研に回されて鑑定の結果を待っているところです。何をもたもたしてる。だってその血痕は犯人に刺された松下太田のものでしょ。特に急ぐ必要もないかと思いまして。大至急最優先で鑑定するよう伝えてくれ。あの血痕には犯人の血液が混ざってるはずだ。は、はい、わかりました。やったね、伊達。一歩進んだね。よくわからないけど、なんかものすごい進展なんじゃない？ああ、うまくいけば一発で犯人を特定することも。だが、鑑定の結果が出るまでにはしばらく時間がかかる。ここで待っていても仕方がない。ここで待つ必要はないよね。別の場所に行ってみよう。うん、わかった。さてと、じゃあ、アビス本部は入ってなかったよね。じゃあやっぱ上から行きますか。レムニス。ちょっと長くなっちゃいそうだな。ここはまあ来たことあるはずだからね、水木だって。絵付け嬢、君の二つの膨らみに触れたい。こんなこと水木の前で聞くのか。君のカップ数を教えてくれ。2カップだよ。あ、なるほどね、二つあるもんね。まあ、確かに2カップだろうな。3カップだったら怖いもんな。だって、何聞いてんの？そりゃそうだ。君の二つの膨らみに触れたい。ちょっと恥ずかしいけど、いいよ。いいんだ。マジで、本当にいいの？うん。もうだちでさっき、水木の前だぞ。すると彼女は大きく鼻の穴を膨らませてみせた。指先でつついてみた。思いのほか柔らかかった。伊達、何やってんの？え？それって捜査に関係ある？すごく関係がある。ないよ。俺は水木に腹パンを食らい、引きずられるようにして元の場所に戻った。左足に怪我してるやつ見なかったか？ごめん、見てないや。足が怪我人みたいな人だったら見かけたけど。誰だそいつは。何それ、超怖いんだけど。一緒に熱海に行こう。え？は？何言ってんだお前。相棒ですら、相棒ですらそう言ってるけど、一緒に熱海に行こう。もう捜査なんてやめだ。では何しに来てんだ。俺は彼女と一緒に
熱海に行く。そしてなんで熱海？そう決めたんだ。止めないでくれ。薬の影響か。何の薬？脳に障害が発生しているようだ。一緒に熱海に行こう。それってもしかして本気で言ってる？これが冗談を言ってる顔に見えるか。まだ聞けんの？これちょっとセーブしとこ。なんか変なことになってやだもんな。本当に熱海に行ってゲームオーバーとかそんなことないよね。から行くか。立て。しつこい。そりゃそう。いい加減にしないと本当に怒るぞ。まだ聞けるんだけど。さあ一緒に行こう熱海へ。なぜ熱海？うん、あ、行くんだ。俺は彼女の手を引いてレムニスを飛び出した。相棒をその場に残して。マジかよ。片目で運転してんのか。うわ、マジだ。熱海だ。かくして事件は何の解決も見ずに幕を閉じた。あ、よかった、セーブしといて。さようなら俺の警官人生。そしてこんにちは、静岡県熱海市。俺はこの温泉街で射的の屋台のおじさんとして第二の人生を歩むことになった。カン。マジか、セーブしといてよかったわ。これどうなっちゃうの？セーブしますか？セーブした方がいいのかな？今ここにセーブしたんだよね。じゃあここにするか。あ、これ、この物語にはまだ数々の謎が残されています。事件の真犯人、6年前の事件、そして伊達の過去とは。このゲームはソムニウムパートで物語が分岐します。ああ。レミニスケートから聞けるみたいですね。レミニスケートどっからスタートするんだろう。また一緒？あ、一緒っぽい。同じじゃん。はい、ということでね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ちょっとね、さっきのセーブのポイントから次回ね、やってこうかなと思います。まさかこんなとこでゲームオーバーになると思わなかったです。はい。それでは、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。